皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。ここからの時間は富士ゴールドアイズプラス、トコムに上場している東京金のマーケットと注目のコモディティ銘柄をお伝えしていきます。まず前半部分では富士フューチャーズインターネット事業部の加藤勝直さんに、そして後半部分では注目のコモディティ銘柄と注目ポイント、今後の値動きを富士フューチャーズインターネット事業部の板垣直人さんにお話しいただこうという趣旨でお送りいたします。ではまず前半部分は加藤勝直さんに金のこの第二四半期の値動き解説いただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずこの第二四半期と第三四半期、今第三四半期に入ってますけど、ずいぶん値動きちょっと変わりましたね。そうですね、はい。Q2 はほとんど動きなかったんですが、まあ、ここ最近はちょっと大きな動きになって、そうですね、じゃあまずニューヨーク金のチャートからご覧いただきましょう。はい、この区切ってある真ん中が Q2 なんですよね。そうですね、はい、左が4月、右が7月で区切ってますので、はい、真ん中の Q2 を見てみますと、まあ、ほとんど動きないというかそうなんですよね、揉み合ってるって感じでしたけどね。そうですね、大体1200ドルを中心とした揉み合いというところでしょうか。はい、安定していたんですが、この Q3 に入ってからボラティリティがドーンと上がってるという状況なんですね。そうですね、まあ大きな、まあ、要因となったのは、まあ、先ほどもちらっとお話してましたが中国、はい、中国、これが一つのきっかけとなりまして、大きく下げてまた大きく戻してといったような値動きになってきましたね。はい、はい、中国の、まあ、上海の株式市場を大きく荒れて、あと人民元の切り下げをやったりとか、はい、もう 今まだその混乱落ち着いていない感じですが、 そうですね、それで世界のマーケット動いて金市場も大きく動いたと。はい、まあ、為替市場もものすごい大きな動きになりましたよね。そうですね、はい、ではチャートの方も、見ていただきたいんですが、はい、こちらも同様に、まあ、前半はほとんど動いてないですね、はい、119円から20円ぐらいでの揉み合いになってたんですが、はい、5月半ば頃から、はい、ちょっと急速に、円安が進みまして、はい、一気に125円台まで、今年の高値ですね、ここのところ、ね、そうですね、5円85まで一気に上がっていくんですね、うん、はい、ところが、まあ、やっぱり高値は125円で止まって、はい、小動きになった後、今度は Q3 ではキュッと一回下がるんですね。一回下げましたね、はい、まあ、ちょうど高値警戒というのもあったんですが、はい、ちょうど、ギリシャの国民投票がこの時期にありまして、ありましたね、なんか今中国の方が話題でつい忘れてしまっていますけれども、ね、ありました。もっと前のような気もしちゃうんですけどはい、はい、でその国民投票で緊縮反対が多数となったと、はい、いうことで、はい、ユーロから離脱するんじゃないかと、うん、いうことから、まあ、一気にあのリスク回避で円がリスクオフになったんですね、はい、でこれがその前半部分の急落で、先週ですか、8月の24日はドーンとね、はい、下がりましたね。まあ言ってしまえばまさに中国ですよね。中国からね始まったリスクオフ相場ということで、はい、この日1日6円ぐらい、そうですね、22円から16円台まで、そうですね、一気にあの飛んだというか、はい、下に下げていきましたので、はい、まあ、非常に他の銘柄も全てが下に行ってしまったという状況ですよ ね。今のニューヨーク金と、まあ、このドル円相場のチャートの形ちょっと皆さん覚えておいていただいて、じゃあトコム東京金はどう動いたのかというのが次のチャートです。はい、どちらかというと為替に釣れる感じも大きかったかなっていうのはそうですね、ちょっと先ほどより細かく話できればと思うんですが、うん、はい、まあ、4月前半ぐらいはやはりニューヨークと同じように揉み合いが続いてたんですが、はい、5月の半ばから、はい、まあ、ニューヨーク、また為替とも同様に上げていきます、うん、でニューヨークの金は、まあ、5月1回上げた後、上げ止まってしまうんですけれども、うん、円はまだ6月の頭までちょっと円安に向かっていっていましたので、はい、うん、東京の金もそれにつられる形で Q2 は比較的堅調だったんですよね。そうですね、はい、ところが Q3 に入ってから乱高下ということなんですね。しましたね、はい、
まあ、要因としましては、アメリカが年内利上げを示唆してきた、年内に2度の利上げをしてくると、そうですね、この時期まではそういう見通し強かった、今はどうなるかちょっと分からなくなってきましたけれども、そうですね、はい、まあ、加えてあのギリシャが、まあ、さっき国民投票という話もしましたけれども、まあ、結局は支援を合意したということで、失意の逃避害、リスク回避の金額というのがちょっとあの薄れてきたと。あ、はい、で加えて、まあ、5月からずっと原油の急落というのも、あ、30ドル台まで WTI 原油落ちましたからね、はい、これもやっぱりマーケットには非常に重しになったということなんですね、はい、でやはり大きかったのは中国の懸念の強まりということですね、はい、あれだけの需要国ですので、そこの景気減速ということになってくると、木にとってはやはり痛手だと。あとはあの中国といえば、あの突然外貨準備の中の保有金の発表しましたよね。そうですね、はい、数年ぶりの発表で、はい、下手したら2倍3倍ぐらいに増えてるんじゃないかという見通しもあったんですが、はい、蓋を開けてみると、思ったほどでもなかったと。市場の予想の、まあね、半分ぐらいというかね、まあ、ほとんど増えてなかったぐらいのっていう感じだったんですよね、はい、それもこの急落のなんか材料だった。そうですね、それもきっかけになってますね。でもまあ中国はね、先ほどの森田さんの話を聞くと、まあ、これからはね、あのちゃんとコンスタントに買っていくと思われるということですが、そうですね、今まではまあ我々が予想していたよりはあんまり買ってなかったということが分かったということで、一旦失望の売りが入ったんですが、まあ、あのでも直近はね、あのやはりこう大きくボラティリティが出ていますので、金トレードっていうのは非常に妙味が出てきているかと思うんですが、はい、じゃあどのようにこう考えていったらいいのか、ここから金相場を見ていくポイントを教えてください。はい、ポイントとしましては、はい、大きく4つ5つに分けられると思いますけれども、はい、こちらですね、はい、まあ、それぞれが大きな要因にはなるんですが、はい、その時々に応じてやはりそのパワーバランスといいますか、どれが重要視されるかといったことで動きも変わってくると思うんですね、はい、で今回特に大きく、要因となっているのが、はい、まあ、一番上、景気動向、金融政策動向と。あ、やっぱりアメリカの金利の、ね、引き上げっていうのは、はい、もう切っても切れないですね。そうですかね、はい、それに加えて、まあ、今回のまあ、騒動といいますか、機会となったの中国の動向ですね、うんうん、はい、まあ、中国は大きなイベントを、ね、今週抗日戦勝70周年記念パレードでやるということですが、はい、あんまりこんな混乱だとちょっとねメンツがっていうのはあると思うんですけどね、はい、落ち着くんでしょうかというところが最大のポイントになってくるわけですね。そうですね、はい、まあ、中国市場が落ち着いてくれば、はい、まあ、同国のあの需要も、うん、まあ、拡大してくるだろうと、うん、積み増しのペースもで準備高の積み増しのペースももしかしたら増えてくるんじゃないかと。なんか中国はあの人民元安を食い止めるためとか株を買いさせるためにその、はい、今米国債を売ってるなんてね、なんか話題になってますけれども、はい、外貨準備の中の米国債を売ってる金は大丈夫かしらなんて思ったりしますよね。そうですね、ただ逆にあの米国離れを したいのか、はい、その代わりに裏付けを金で持っておこうという動きになってきてますので、はい、逆に積み増した金を売ってくるということは、うん、崩すということはないないのではないかと。売るなら米国債だということですかね。あとはまああのその米国の利上げ9月はちょっと難しいかなとかいうようなムードになってますが、それでも経済指標をよく見てっていうふうにフィッシャー FRB 副議長がおっしゃってましたから、はい、そうですね、まあ、目先の、まあ、一番 そのポイントとなってくるのが、はい、2つイベントありまして、まずは今週末の米雇用統計、これ重要ですね、はい、はい、まあ、これによって利上げどっちに濃厚になってくるかと、はいはい、あまりにも数字が良かったらやっぱり利上げの可能性というのは、ね、強まります、強まるでしょうし、あんまり悪かったら分かんなくなるって感じもありますしね、またちょっとブレるかもしれませんね、はい、そして月中には、はい、実際の政策発表 FOMC の発表がありますので、まあ、これを待っているというような状況ですね。うん、もしここで利上げとなれば、はい、まあ、当然下に反応する可能性は高いと思います、うん、ただ
まあ、すでにもう利上げというのは今に言われたことじゃないので、もうなんか1年ぐらい言ってるような感じしますよね、はいはい、もうある意味織り込み済みという見方もありますし、仮に利上げをしたとしても、今までよりかは想定よりかもゆっくりとしたペースでの利上げになるということになれば、逆に弱い材料ではなくなってくるんですね、はいはい、でむしろ利上げをしたことによって、景気減速懸念が出てくるようであれば、うん、逆にあの失意の逃避買いということになりますので、はい、金にとっては意外と発表後は上がるかもしれない可能性が高いと。はい、それからまあ原油動向なども、ね、あの今ちょっと反発してますが、はい、まあ、今後どうなっていくのかというのも注目と。そうですね、はい、ではちょっとこう下値がね、もう一説には1000ドル割るんだみたいなことをおっしゃる方も出てきてはいるんですが、1000ドルはどうですかね。割りそうな勢いはありましたけどねはい、はい、まあ、なんだかんだと言っても海外での1000ドル、うん、また東京での4000円というライン、はい、ここはまあ、ちょっと強力なサポートになってくるじゃなかろうかと。はい、ここがサポートされて、まあ、Q3 というのが、はい、まあ、ちょっとこう価格は少し上がっていくかなって 下の固めをしていく、上がっていく準備になるんじゃないかなと、はい、ただ上値なんですが、あまり大きく上値はそうです、一気に期待はしない方がいいと思いますトレンドが上昇トレンドに変わるわけでは決してないとので、はい、からまずの、はい、上値の目安としては、はい、海外ですと5月の高値だった1250ドル近辺、はい、国内でも、まあ、6月につけた4800円近辺、はい、ここをまずは一つの上値目標といいますか、はい、目安にしてみていただければいいんじゃないかなと。超えればどうなるかと。はい、わかりました。ありがとうございます。富士ゴールドアイズプラス、前半は富士フューチャーズインターネット事業部の加藤勝直さんにお話を伺いました。加藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。富士ゴールドアイズプラス、後半は富士フューチャーズインターネット事業部部長の板垣直人さんに解説をいただきます。ここからの注目のコモディティということになるわけですが、まあ、前半ね、加藤さんに金の話伺って、はい、まあ、そろそろ下げ止まるかなというような、まあ、お話伺えたんですが、はい、さあ注目の銘柄何でしょうか。はい、今週もですね、注目の銘柄プラチナでお話しさせていただきます。プラチナ、はい、じゃちょっとね、はい、チャートを見せていただきたいと思うんですが、はい、まあ、なんといっても先週、ね、24日月曜日猛烈な下げをやりましたね。そうなんです、はい、ま、あの先週ですね、ちょうどこのぐらいの時間でしょうか、はい、大きく動きまして、はい、もう先週1週間早くこの場にお会いできればなと思ってたところなんですけども、あ、ねえ、はい、はい、ちょっとね、でも下ひげもつけてこう戻っていってるという感じで、なんかこう、はい、あの黄色いラインが非常にこう機能してるんだなと思いますね。はい、あのこちらはですね、はい、特にあのテクニカルっていうものではないんですが、はい、チャートのレジスタンスとサポートを、まあ、高値安値をこう引いてった、はい、あのぶつかってるところを引いただけのグラフなんですけども、まあ、あのおっしゃる通りかなり機能してる、割にシンプルに高値安値というのを目安で逆張りで、あとはブレイクアウトにつけみたいな感じなんですね。そんな感じなんですよね、はい、まあ、分かりやすいといえば分かりやすかったのかもしれないんですが、ちょっと先週24日の動きは非常にショッキングではあったということですね、はい、まあ、なんかもうやっちゃった感があるっちゃやっちゃった感がある
ですよ。ここから難しくないですか。はい、もうおっしゃる通りやっちゃった感はあるんですが、はい、あえてここでもですね、はい、プラチナの方に注目できると思うんです。どっちに注目ですか。はい、緩やかに上昇してくるんじゃないかと思っております。というのは、まあ、テクニカルにはヒゲがあるからヒゲがサポートするってことなのかなと思うんですが、はい、ファンダメンタルで何か材料あるんですか。はい、ファンダメンタルから言いますとですね、はい、上げる要因としては2つございます。はい、ほうほう。はいはい、1つはですね、長らく白金価格をですね、はい、下げていた要因としてのですね、はい、南アフリカ通貨のランドの下落、はいはい、これがですねどうやら止まってくるんじゃないかと思われるんです。そうですか。はい、はい、この理由としてはですね、はい、こちらも長く言われてた国際電力会社のですね、まあ、エスコムというものがあるんですけども、はいはい、どうもやっぱ発電の能力っていうのが乏しいなって言われてたんですね。もう毎年毎年ね電力不足って話題になる、はい、そうなんです。国ですけど、はい、やはりもうご存知の通り発電能力が乏しいとですね、うん、国力はやっぱり上がっていかないんですよね。うん、はい、で、まあ、国力が上がっていかないのでやっぱりランドも自国通貨も上がっていかないと。お、そういう側面もあったと。そういう側面もあったんですけども、こちらですね2012年からですね、はい、火力発電所を建設しておりまして。あ、そうですか。はい、これが来月の9月から、はい、順調にいけばこれ営業しますので。あ、稼働がもう間近というふうに言われてるんですね。はい、はい、でこれが順調にうまくいくとですね、はい、もう発電能力も上がるので、はい、まあ、引いては国力も上がり、はい、ランド通貨自国通貨も上がり、はい、発金も上がってくるんじゃないかと。なるほど。はい、はい、これが一つですね。ランド安が今までまあ南アフリカから見るとプラチナ高になるからたくさん作って売っちゃってたっていう増産につながってたって話がありますので、はい、そうですね。はい、ランド高になればそれが少し抑制されるであろうってプラチナ高、はい、ではもう一つ何かありますか。はい、もう一つは今の話にも少し通じるんですけども、はい、南アフリカ政府がですね、はい、政府の準備資産として、はい、プラチナをですね、はい、外貨準備として自国の資産、はい、として組み入れるという考えがあるということなんですね。中央銀行っていうと、はい、金をね、はいはい、保有するっていうのは常識的にね、はい、皆さんご存知かと思うんですが、プラチナも。プラチナもなんですね。先ほども金の方でお話ししてましたけど、はいはい、どちらかというと南アフリカ政府がプラチナの値段を買い支える、はい、あ、なるほど、はい、という意味合いでですね、はい、言われております。はい、じゃあこれが実現するかどうかまだわからないけど、はい、実現すれば中央銀行がプラチナ買うわけですから、はい、ものすごく大きな材料ですよね。サポートになりえますよね。はい、で実際こちらサポートするのにもですね、はい、鉱山会社 その雇用を促進するという面もございます。はい、やはり鉱山会社もずっとこう、まあ、いわゆる赤字だったんですよね。はい、そうですね。はい、で6000人規模のリストラなんかも行ってたんですけども、はい、まあ、そういったことで会社されればですね、はい、雇用も促進され、はい、国力も上がっていくという形になります。はいはい、ということで、この景気自体も、まあ、上がる可能性があるということですね。はい、プラチナってのは重要な産業ですからね、南アフリカのね。はいはい、これが、プラチナ価格をサポートし、さすがに今までもうかなり長いこと下げてきたので下げ止まって上がるかなという、はい、かなりこうビッグな材料のような気がしますけれども、はい、じゃあもうそこ入れで買っていいのかなっていう気持ちになるんですけど、どうですか。それはですね、単純にはそうは言えないと思うんです。まだダメですか。はい、はい、まだダメというよりはですね、はい、慎重に買っていただければなという思いです、ね、買い方に気をつけろということですか。はいはい、というのはですね、はい、先ほどのお話にもあったんですけども、うん、プラチナ自体はですね、はい、他の金融資産の動向にすごく影響を受けるんですよね。うん、例えば、はい、8月24日のチャートをもう一度出してもらうとですね、はいはい、今先ほど大橋さんがおっしゃったそのヒゲの部分ですね、はい、この部分でじゃあプラチナの方が何か特別な理由があったかというとですね、はい、
そうではなかったんですよね。プラチナの材料で下がったんじゃないですね。あれね。ですよね、はい、もうこの時為替とかも大混乱でしたからね、はいはい、こちらも先ほど和さんおっしゃってましたけど、まあ、ドル円で600ピップスぐらい動きましたので、うんうん、そういった為替ですとか他の金融商品の動向っていうのが非常に影響がございます、はい、となるとまだこの中国初のリスク回避相場、とりあえずガンと下がって今バンとリバウンドしてるけど、はい、もう一回来るかもしれないとなると、はい、可能性があると思って基本買いで方針で言っていただければ面白いんじゃないかなと思っております。じゃあ下がったら買うっていうやり方じゃないとダメってことですね。そうですね、それもあの下がったというか寝頃がいいところでという形で、はい、エントリーしていただくという、うん、そうですね、これ資源見ると ね、もう買いたくなっちゃうんですけれども、はい、まだ世界のこうマクロマーケット落ち着きを取り戻したと言い難いということで、言い難いと思います、はい、じゃあどのあたりまで下がるリスクがあるのかっていうの、今日は週足のチャートも、ね、ご用意いただいているの で、ね、はい、週足のチャートも見せていただきながら、はい、こちらが週足のチャートになるんですけど、週足のチャートもですね、日足と同じようにですね、綺麗ですねこれ、はい、ずっと逆張りしてればよかったんじゃないみたいな感じですけど、はい、価格帯、うん、出来高のところできちっと止まってるようなチャートなんですよね、はい、多少のブレはございますけども、なのでサポートの部分まで引きつけてもらってから買い、はい、で 上に抜けたらですね、はい、きちっとこう上に抜けたのを確認してからまた買いと、はい、まあ、場合によっては抵抗ラインでは一部軽くしていただくと。そうですか。じゃあ全体相場のムードが良くなってきて、はい、もうコモディティが原油もバン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 上がっていくような状況になった時に、はい、もうこれはもうプラチナ もう全力買いという感じでしょうか。こちらもですね、はい、それ外も言い切れないんです。そうじゃないですか、はい、今その原油って今いいことおっしゃってくれましたけど、はい、原油はですね、皆様のご承知の通り 40% 近く落ちたんですよね。ひどかったですね、原油の下落も、はい、瞬間37ドル台まで来まして、うん、はい、でこの原油のですね、はい、ニューヨーク原油、まあ、WTI のですね、はい、取り組みはですね、まあ、170万枚近くありまして、あ、大きいですね、はい、実に金の4倍近くあるんですね、うん、あれ金の4倍っていうことは、はい、プラチナは金よりもちっちゃいもんね。ちっちゃいです。あららら、ということはじゃああんまりこうプラチナに資金回ってこないかもしれない、うん、そうですね、はい、では先ほどのチャートもう一回見せていただきたいんですが、はい、このヒゲの部分はもう一回試すような下落が来るかもしれないということに留意して、はい、来たら買いたいなという戦略でしょうかね。来ても、はい、まあ、今この真ん中辺で買ったとしてもですね、はい、来たとしてもその資金配分を守りながら買っていただくっていう戦略なんで、なるんじゃないかなと思います、はい、結構やっちゃった相場ではありますからね、この辺でそのもみ合いながら今度は上方向を目指すんじゃないかということですね、はいはい、慎重に資金管理しながら買っていただければというふうに思います、はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。比較的落ち着いた値動きだった Q2 に比べて Q3 に入ってから大荒れのマーケット、特に8月大荒れでしたけれども、はい、やっちゃった感があるとはいえ、ここからもしかしたら今度新しい相場のチャンスかもしれないということで、注目プラチナということでした。後半は板垣直人さんにお話伺いました。板垣さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。